皆さんこんにちは、サントリープロサーファーの井上貴です。今回はですね、今世界中で話題の、サーフクライムというソフトトップのねボードを、サーフクライム様より提供していただいたので、早速乗っていきたいと思います。と CJ ネルソンやハーレイングルビーも乗っていてすごい話題になっているのをね2本提供していただいたので、これからね開封して乗っていきたいと思います。やっぱりねこの箱で届いてね、開ける時のワクワク感もね、視聴者の皆さんに味わっていただきたいと思いまして、今から開けていきまーす。はーい。なんかね、フィン出てきました。こんなちっちゃいの？なんかボンドみたい。え、なにこれ？5？どうくらいだろう？5、8ぐらいあるのかな？面白い、なんかフィンレスが一番楽しそうなんですけども、フィンはですね、付属のフィンを、これ FCS2 も入るみたいですね。こんなみたいですね。とりあえず普通のキールツインでいきたいと思います。これは、面の綺麗な時の、ちょっともうちょっとメロンの波のね、小さめの時にやってみたいと思います。またそちらもね、乗りましたら動画の方アップします。ぜひ楽しみにしていてください。このフィンが調子いいのかどうかは分かりませんが、とりあえず人生初のキールツイン乗っていきたいと思います。さきちゃんこれ可愛くない？ロゴ、さかさまでもさっき可愛いって言ったんだけど、ね、可愛いね。これが可愛いよね。さくちゃんこれ何？何だろう？よしよし、ね、とりあえず可愛いです。可愛いです。
がってきました、結構ね波良くて乗れました。イメージだとすごい重くてなんかまっすぐしか走らないのかなと思ったんですけど、結構普通にターンできて、で、面ガタガタだったんでね、このキールにしても結構ガタガタで抜けたりしたんですけども、やっぱり最初のちっちゃいのにしなくてよかったなと思います。でもねこのキールすごい調子よくて、テールも何本か抜けたし、でノーズのホールド感もあってすごい、楽しかったです。いや長さもあって、あとテールもあるのでね、安定系して小波とかで楽しいんじゃないかなと思います。これ安定感とぶつかっておいたくないのがやっぱりいいですね。エアーはちょっと苦しかったですけども、またね練習してエアーにも次はトライしていきたいと思います。今回はこんな感じで終わりたいと思います。楓と桜がこの板にチャレンジする動画、楓のマンダランドの方でアップされると思いますので、カメラマンさん頑張ってライディングします。はい、というわけで、今回はサーフクライムのショートの方に乗ってみました、それではチャンネル登録と高評価、コメント、インスタグラムとツイッターのフォローよろしくお願いします。楓のマンダランドもチェックしてください。さきちゃんの TikTok もチェックしてください。あれ私と共同ですよ。あらま、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。